稲葉先生の講義では知っておきたい。デザイン基本の木という授業名でデザイン初心者のモヤモヤした疑問を解決するために、デザインの一番の基本をお話しいただきます。それでは先生よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆、えー、さん初めまして、えー。ただいまご紹介いただきました、we design スクールの稲葉由美と申します。 はい、普段はですね、えっとウィーデザインスクールというえっと武蔵野美術大学と共同でスタートしたビジネスパーソン向けのデザインの学校を主催しています。で、他にもですね、えっと大学とか大学院、行政法人なんかで初学者のね社会人向けにデザインを教えるようなそんな仕事をしています。 はい、今回はね、えー、この多摩デザインハイスクール全体の企画、えー、も、えー、と多摩美の永井先生と一緒に担当させていただきました。で、えー、と今日は講義ということで、えー、知ってておきたたいいデザイイン基本の木ととうことで,です、ねえー、タイトルにししみました、えー、今回の講座群の中でも、まあ、最も基本的なあの基礎的で初学者向けの内容になればいいなということで、まあ、初めてデザインを学ぶ方 デザインに苦手意識がある方にもう少しでもデザインを分かってもらえるような、まあ、そんな時間にできたらいいなというふうに思ってます。はいということでよろしくお願いします。はいということでですね、はい、今日はですね、えー、こんな3つのテーマでデザインについて基本についてお話をしてみようかなというふうに思っています。まずテーマ1デザインの誤解を解をく えー、テーマ2デザインの見方そしてテーマ3デザイン力を磨く方法ということで進めていきたいなというふうに思いますはい、えー、では最初のね早速最初のテーマに入っていきたいと思うんですけれどもまずテーマ1はですね、えー、デザインの誤解を解くと。 いうことなんですけれども、えー、と普段まあ社会人諸学者の方にデザインをお伝えしている中で、まあ、デザインがわからないとか、まあ、デザインがえ苦手だというふうに感じている方の多くがやっぱり知らず知らずこう思ってしまっているようなあの誤解というのが結構たくさんあるなというふうに思ってまして、えー、まずはねそんなデザインへの誤解をちょっとなくしてもらいたいなということで、えー、皆さんにデザインへのハードルをえなくしてほしいと。 えー、いうことでまずは、えー、デザインの誤解を解くというテーマでお話をしてみたいなというふうに思います。はい。まあデザインのよくある誤解なんですけれども、えー、皆さんにね解消しておいてもらいたいこと、えー、まずはですね、まあ絵の上手い下手とセンスは関係ないということです。あのよく聞くのが私絵が下手だから。 センスないんですよねとかいう声をよく聞くんですけれども、やっぱりかつて小学校とか中学校とかの美術の授業でこう絵を描いたときにうまく描けなくて評価も悪かったと、えー、だから自分にはやっぱセンスがないんだろうというふうに思い込んでる人がすごく多いということなんですよね。で、えー、これは多くの人がまあ落るあと落とし穴かなと思うんですけれども、この絵が上手であるイコールセンスがいいというわけではないんですね。 でな,なんでそう思ってしまうのかっていうとやっぱりおそらく多くの人はこうなんだろう美術の授業イコールセンスを評価する授業だというふうに感じていてその美術の授業で絵がこう,うまく描けなくって点数も良くなかっただからセンスがないというふうに思い込んじゃってるという状況なんですよね。けれどそこをやっぱり安易にこう結びつけてしまうというのは間違っています。えー、絵を描くことと美術ののの授業の評価それからセンスの問題 これはそれぞれ別の問題という風に一旦切り離して考えてほしいなと思うんですね。はい、各々私もですね、美大入試はデッサンではなく、えー、論文で入学しました。はい、ということでデッサンやってないですね。えー、決して絵はうまい方ではないです。で、えー、絵を描く技術はなくてもなのでセンスを育てることはできるということですね。はい。で次にですね、えー、センスは直感ではないということ。 センスがいい人はなんかこう急にアイデアが降ってくるとか、えー、とセンスがいい人はなんか電撃のようにひらめくとかですねセンスがいい人は直感が優れてるとか、まあ、要そういうようなイメージを持っている人は多くいるんじゃないかなと思います。でこれもまたやっぱりセンスについてのよくある思いあの間違った思い込みなんですね。えー、なんでこういうイメージ持ってしまうかというと何、えー、か例えばあの有名なクリエーターが唐突にこうひらめいたアイデアをこう素早くメモにこう。 かき殴っていいるみたいな、まあ、そんな様子をテレビで見たよというような方もいるかもしれませんしあのもしくはなんかこう漫画とかでミステリアスな天才アーティストみたいな人が出てきて刑示を受けたかのごとく突如としてこう目の色を変えて狂ったようにこうキャンバスに描き殴るみたいな,なんかそんなシーンをこう思い描いてこう頭にこびりついてるみたいな方もいるかもしれないですよね。 できっとそんな姿がクリエイターのこう定番のイメージとして世の中に出回っているのでだからきっとセンスがいい人っていうのはそう特別な直感を持ってるに違いないというふうに思ってしまうのもまた無理はないかなと思うんですがでもそれはえやっぱり間違った認識な,んですよ、ね、でなぜならそのひらめきのようなアイディアって何にもないところに突然出てくるというわけではないからなんですよね。 でセンスがいい人って、そういったアウトプットをするより、前の段階に実はたくさんのインプットと経験を得ています。突然降ってきたかのように見えたアイディアって、やっぱりこの前段階の積み重ねっていうものが存在するっていうことなんですよねで。そもそもセンスがいい人っていうのは、センスを磨くために普段からいろんな情報を得たり、さまざまなことを経験するということを心がけていたりします。で、そうすることで、 ああこれは面白いなとかあこういうもの好きだなとかですねこんなものが他にもあったらいいんじゃないかとかそういったことを発見してはココココツコツツコツ蓄えているんですよねでそしてアウトプットするいざアウトプットするよってなった時にあのこうやって蓄えたねコツコツ蓄えた蓄積の中から今回のテーマに合うものは何だろうっていう感じでこう思い出してこう一個ずつ選び出しているというような、まあ、そんな仕組みになっているんですね。 それはやっぱりアウトプットのシーンだけを見てると一見こう魔法のように急にポーンとこう出てきたアイデアみたいに見えてきてしまうかもしれないんですけれどもでも実はそんなふうに地道にため込んだ情報とか経験を目的に合わせてアイデアの種としてこう膨らませているということなんですね。だから、えー、センスはは直感ではないと他の分分野野とと同じようにに積み重ねがが成果につながる分野ということですね。はい えというお話ですでにお気づきだと思うんですけれども、えー、センスは生まれながらの才能という考えも大きな誤解ですねで私は美術大学で多くの美大生たちとともに学びましたで、社会に出てからは数多くの優秀なクリエイターたちと仕事をしてきましたで、そこで気づいたのはやっぱりセンスがいい人たちは決して生まれ持った才能でセンスを発揮しているというだけではないということですそこには明らかにセンスを育む経験と学びがあるんですね で例えば、えー、子供の頃からよく美術館に行ってるとかおしゃれな服の選び方を教えてもらったことがあるとか、えー、デザインのいい家具のお店に行ったことがあるとか家に美しい絵画が飾ってあったとかですね茶道を体験したことあるとか DIY でものづくりをすることが多かったとかいい映画や演劇に触れる機会があったとか、まあ、そんなふうにセンスがいい状態になるまでにはそのように小さな経験が幾重にもこう積み重なっているということなんですよね。 で、そこには明らかにやっぱり後天的な学びっていうのが存在しているんですねえ。つまり、センスがいい人になるために重要なのは遺伝ではなく、センスを磨く機会や経験があったかどうかということかなと思いますえ。センスは生まれながらの才能ではなく、まあ、誰でも磨くことができるものということですね。はいということで、えー、基本的な誤解について確認してもらえたでしょうかね。 はい、あのまずはねこういった誤解に気づいてもらえてるだけでも、えー、デザインの距離は近づいてくるんじゃないかなというふうに思いますはいでは、えー、次にテーマ2に移っていきましょうかねはいで次は、えー、デザインの見方ということでテーマ2に入っていこうと思うんですが、はい、デザインといっても、まあ、さまざまなデザインがありますね。 まあこういったパッケージプロダクトとか建築とかねよく知られてるかもしれないんですが他にもですね仕組みサービスを設計するデザインだったり近年ではビジネスにおける戦略とかビジョンをデザインするといったようなね、まあ、そんなことにも注目が集まってデザインの活用範囲ってこうどんどん広がってきてる状況です。 でそんな中でも今日はまあ初心者がまず知っておくべきこうデザインの最初の部分に触れておきたいなということで、えー、あらゆるデザインの基本とえなっている色形、えー、つまりビジュアルの見方についてワーク形式で皆さんと共有していきたいなというふうに思ってますはいでは早速始めてみようかなと思うんですが。 まずはファーストステップということでシンプルに文字だけををつ並べたたものをご用意ししてみましたここにね「そうだ京都行こう」というね3つの文字が並んでいます。はいということで今から皆さんにはこの3つの文字の違いについて観察してもらってどこがどう違うのかそしてど,どう印象が違うのか。 ということについて言葉にしてみてもらいたいなとそんなことにちょっとチャレンジしてみてもらいたいなというふうに思います。はい、会場の方はですね、えー、よろしければあのお近くの方と二人組、ないし三人組ぐらいになってもらいまして、えー、こちらを見ていただきながら話をしてみてください。で、ライブ配信で、えー、ねご覧の方はですね、お手元で何かねメモなどに言葉でねこう書き出してもらえるといいかなと思います。はい、えー、ではね始めてみたいと思いますが。 はい、もう一度言います、えー。見てもらいたいポイントとしては、一つ目はどこが違うのか。で、二つ目はその違いからどんな印象の差を感じるのかということですね。この二つのポイントをできるだけ丁寧に、えー、言葉にしてみてもらえたらなというふうに思います。ちなみにね、これすべて文字、あの書体は同じですね。はい、ということで見てもらえればと思います。はい、じゃ三分時間を取りますので、えー、会場の方お近くの方と、えー、話してみてください。よろしくお願いします。 <laughs> なんとなく、はい、2人組ないし3人組程度に4人とかでも大丈夫ですよ、はい、お近くの方となんとなく組になっていただいて、はい、お席移動してもらっても大丈夫ですので、はい、ライブ配信でご覧の方は、ね、お手元のメモに書き出していただきつつ、えー、チャットの方に、ね、書き込んでいただいてもいいかなと思っています。<laughs> はいえー、ライブ配信を、ね、途中から見ていただいている方はでですすね今ワーク中です、はい、この3つの文字、えー、を、ね、皆さんに見ていただいています。で3つの文字の違い、えー、をまずは1つ見てほしい2つ目はその印象の違いを見てほしいということですね、はい。ライブ配信でご覧の方はねチャットの方にもぜひ書き込んでみていただければなと思います、はい、いいですね。 皆さんチャットの方にもどんどん、えー、コメントいただいてありがとうございます。<laughs> はい、じゃあ会場の皆さんもおおむね話せましたかね。大丈夫そうですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあえっ、ー、とですね、もしよければどなたかにあのこんな話が出たよっていうのをちょっと共有していただきたいんですけど、どなたかいかがでしょうか。 私たちの中ではやっぱり一番真ん中が見慣れているのでこうスッと入ってきやすいっていう印象になりましたで一番上についてはちょっと詰まりすぎててこうなんか急いでいる感がある感じになりなっていうふうになりましたで一番下はなんか逆に広がりすぎていて文章には見えなくてこう一個一個独立した文字みたいに見えるというような印象は ありました。はい、うん。ただ広い方がこうなんかパッと目を引いたりするっていうの広かったり狭かったりする方が目を引くっていうのはあるなというような意見が出ました。うんはい、ありがとうございます、はい。いいですね。はい。ありがとうございます。<laughs> はい。ありがとうございます。はい。えー、チャットの方にもですねたくさんコメントをいただいてます。きん、えー、文字の詰まり方が違うとか、えー、文字の感覚が違うな下に行くほどゆったり感が出てるように感じる。はい。 あ上は食品の成分表示っぽいとかね、はい、いいですねはい均等一番は均等に詰、ま、窮屈な感じがして、えー、一番下は、えー、ちょっとこう伸びているような感じがするとか、はいえー、いいですねおじ緊張からゆったりとした印象に下に向けて変わっているとかあいいですね はい皆さんいろんな言葉を出していただきましたね素晴らしいですはい、えー、皆さんねよく見ていただけたようですねこれたった3行だったんですけれどもこの中からたくさんのことを読み取ってもらえたんじゃないかなというふうに思いますはいまずねこれそれぞれにどこに差があったかというと皆さんにも見ていただいた通り字の間の空間ですよね でえー、字の間の空間のことをデザインの言葉で「字の間」と書いて「時間」というふうに言うんですが一番上は「時間が狭い」で真ん中は「少し空いている」一番下は「大きく空いている」というのが見えてくるんじゃないかなと思います。ということがまあ観察できると思うんですがじゃあそのことによってどんな印象の違いがあるか。 ということなんですがまあこういった文字の印象っていうのはですね実は声に出して読んでみると結構わかりやすかったりしますということでちょっと私が試しに読んでみますねはいじゃ上から行きましょうはい一番上そうだ京都行こうみたいな感じですかねはいで二番目はそうだ京都行こうはい一番下だとそうだ京都行こうというような感じに、えー、見えますよね はい、明らかに時間がこれ狭いとですねスピード感のある話し方とか日常感みたいなものを感じるし、えー、時間が広いとこうゆったりとした話し方とか物語感みたいなものを感じてくるんじゃないかなと思います。まあ皆さんにもね言っていただきましたけれども、えー、一番上の時間が狭いものだとちょっと世話しない感じとかこう、ね、忙しい感じとか。 で真ん中は割と通常モード落ち着いた感じで一番下はとてもゆったりのんびりとしているような感じというような感じがしますよね。でこんなふうに字の間のこの空間の差によって話し方の速さや、まあ、トーンや雰囲気っていうのが違うように見えてくるということですね。はい他こもですね。こんな要素でも差が出てきますこれは先ほどと同じ言葉を今度は文字の太さ細さを変えて並べてみたものなんですがこれも読んでみましょうかね。 はいえー、そうだ京都行こうそうだ京都行こうそうだ京都行こうみたいな感じで、えー、だんだんとちょっと声がが大きくななってるよような感じがしますよね、えー、細いと細く、えー、軽やかな小さい声が聞こえてきそうですし印象としてはこう繊細で都会的なスタイリッシュさみたいなのを感じそうですね。で一方太いとこう太くドスの効いた声大きい声みたいな感じですよね。 で印象としてはこんなそうにデザインというのはこの形の形コントロールによっってて印象が変わってきますでデザイナーはねこういったことを知った上でデザインに取り入れていくんですね。えー、ゆったりした印象にしたければ時間を大きく開けるし、えー、繊細でスタイリッシュな印象にしたければ細い文字にする、えー、力強い印象を出したければ太い文字にするという風に理由を持って操作しているということです。 はい、つまりデザインにはそれぞれぞ理由があってい,、ねえー、いうとデザイナーのこう直感的な思いとか勘によって作られているっていうイメージもあるかもしれないんですが、えー、でも実際にはこのようにデザインにはそれぞれこうどんな要素、えー、もう必ず理由を持って、えー、目的を持っっててて目的作られてます、えー、今回はこんなメッセージ届けたいから、えー、こういう要素を使おうとか今回はこういう体験にしてほしいから、えー、こういう要素を使おうというふうに計画的に考えられているということですね。 でそんなふうに実はデザインには理由があるということを知っていれば一見漠然として見えていたデザインもね少し捉えやすくなってくるんじゃないかなというふうに思います。えそして背景にあるね理由を知ることでどんどんデザインがわかるようになるというふうに理解を広げてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はいでは次のワーク入ってみましょうかね。はい次はですねこれらのデザインをちょっと見比べてもらおうかなと思います。はい、えー、このワークでは上の二つ 下の2つそれぞれにある共通点を見てもらいたいと思ってます。まず上の2つ、はい、左は化粧品のパッケージですね。で右は店舗です。で下の2つは飲料のパッケージ、それからイベントの様子ですね。左は飲料で右がイベントの様子です。はい、それらそれぞれの2つには共通点があります。それはどこでしょうか。そしてその共通点によってどんな印象になっているでしょうかね。 はい、ではまた、えー、じゃ今度2分時間を取りますので近くの方と、ね、組になって話をしてみてください。はい、でライブ配信の方はまたお手元のメモに書き出してみてください。よろししくお願いします、はい、あちょっと見づらいですかね、はい、ちょっと会場の方近くに来て見ていただいてもいいですしあの YouTube にアクセスしてあのこう手元で見ていただいてもいいかなと思います。 はい、ええー、では皆さんそろそろよろしいですかね。いろいろ言葉が出てきたでしょうか。はい、じゃあちょっと会場の方に聞いてみましょうかね。じゃあこっち側の方に行きたいなと思います。あ、ありがとうございます。じゃあお願いします。すみません。はい。上の方は多分毎日使うものなので日常にあっても邪魔にならないというか気を引かないようにされていて、逆にエナジードリンクとかまあ下それ何 で起こってるのかわからないけどデモなのかパーティーなのかフェスなのかわからないけどでもそれって非日常的なことで独しさもあるような,なんかそういうなんでし,ょうこう足し算と引き算みたいなそういう違いがあるかなっていうふうに話しました、はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、あの一段深いところを言っていただけたような気がします。素晴らしいですね。えー、チャット欄の方にもね、いろいろいただいてますね。はい、えー、上はちょっと落ち着いていて、下は躍動感がある。上はシックな感じで、下カラフルな感じがするとか。えー、上は息、えー、っと上はシンプルな感じ、下はインパクトを感じました。はい、えー、下は躍動感がある。はい。 はい,い,ろいろね上はちょっとリラックスするようなイメージがあって下はエキサイトするような感覚があるとはい素晴らしいですねいいですね皆さんすごくいいキーワードを出していただいているなと思います。はいいいとってもいいですね はいえー、皆さんにも見ていただいた通りなんですけれども、はい、上の2つはどんな共通点があったかというとまず目に見えるものとしては木の素材がが使われてていいるというととうころが、まあ、共通点としし見えましたよね、まあ、それぞれ化粧品店舗とアウトプットは違うんだけれども木の素材を使うことで自然な印象があって優しさとか温かみみたいなものを感じるというところは共通してたんじゃないかなと思います。 でそして下の2つにはどんな共通点があったかというとまあ、蛍光色のようなね鮮やかな色が使われているっていうのがね、えー、共通点でしたよね、えー、そのことによって刺激的な印象があってまあ激しさ、えー、勢いとか高揚感があるというところが共通して見えたんじゃないかなと思いますまあ、つまり使われている要素が共通していることによって、えー、感じる印象が共通しているということなんですよねはい。 ここから皆さんに知っていただきたいことはデザインには法則があるとということなんですよね、はい、今見てきたように例えばやっぱり木,の木を使えば自然な印象や温かみを感じさせるとか蛍光色のような鮮やかな色を使えば勢いや高揚感を感じさせるとかいうように、まあ、そんなふうにある要素から感じる印象っていうのはある程度もちろん、ね、意味の幅がありながらも、えー、法則があるんですね。 まデザインに使われるこういった色、えー、形っていうのはあの言語でもありまあ、外国語のようなものというふうにえ捉えてもらっても分かりやすいんじゃないかなと思います。まあ、実際色形のことを視覚言語っていうふうに呼んだりもするんですよね。えー、目から伝わる言語ということです。 例えば私たちが「これは思考自然思考の商品なんですよね」ということをこう伝えたいとするじゃないですかで言葉で伝えるというか自然思考ですというふうにこう言えばいいんですけどもそれが目から伝わる時には例えば木の素材を使うとかナチュラルな色を使うとか、えー、いうことでそれをその意味を伝えるということになるということですね、えー、伝える方法が違うだけで、まあ、実践していいるここととととはは言語ででの伝達と基本的には同じということですだから言語同様にもちろん色形にも法則があるということですね。 なので、まあ、色形苦手意識がちょっとあるよという方はですね一層、まあ、外国語だと思ってその法則性を、まあ、あの知ったりね学んだりしてもらえば分かるようになります。でもちろんまあ実際にデザインする時にはですね法則はあくまでも土台のもので、まあ、より魅力的なもの新しいものを生み出していくには、まあ、それらを生かしながらさらにこうオリジナルな視点を加えた発想っていうのももちろん必要になっていきます。 なんだけれども、その土台にはこういった法則っていうのがあって、デザイナーはそういったことをこう活かしながら、えー、使いながら、えー、ものを作っているということですね、えー。こういったことを知っていると自分もデザインにチャレンジすることができるかもというようなね、ちょっとした自信になるんじゃないかなと思います。はい、えー、ではですね、はい、はい、では最後のワークに入っていきましょうかね。はい、えー、次はですね、こちらの二つの椅子を見比べながらちょっと進めていきたいなと思います。 はい、ここに2つの椅子があります。えー、これらは、えー、それぞれどんな特徴があり、えー、その特徴からどんな印象を感じるでしょうかということで、またちょっとね近くの方と共有してもらえればなと思います。はい、えー、では2分時間をとりますので、皆さんよろしくお願いします、えー。配信をご覧の方もですね、ぜひチャット欄の方に書いてみてください。 これら2つの椅子を見比べてそれぞれどんな特徴がありその特徴の違いからどんな印象を感じるでしょうかとといいうことですね <laughs> <laughs> はいえー、皆さん、そろそろ出てきましたかね、はいろいろと盛り上がっていただいてましたけれどもじゃあちょっと近くで出たことをちょっと共有していただければなと思うんですがどなたかいょ、はい、目があった。はい <laughs> いて右はナチュラルカラーとかと自然の素材を使っているなという特徴を捉えました。で印象の違いは、えっと、左の方はフォーマルな場所に置いてありそうだったりなんか近代的港区の高層マンションに置いてありそうみたいな <laughs> 印象を得て右側,右側は。 まあ、リラックスできるような場所に置いてあったりとか、まあ、ちょっと田舎っぽい鎌倉の木のお家みたいなところに置いてありそうな印象を受けました。はい素晴らしいですねありがとうございます。<laughs> はいいいですねとてもいいキーワードがたくさん出てきましたね。はい、えー、チャット欄の方にもねたくさんコメントいただいてますね。はい、えー、左のこの来る川の方は高級感がある。えー、はい右はね和やかな印象を受けました。 はい、でえっ、ー、と左の方は高級感が出ている、えー、右は明るい色の植物で来ていてリラックス感がある、左はこう重厚でオフィスとかにあるのかな、えー、右は警戒、えー、リゾートで使う感じがありそうです、とはいあ、いいです、左は都会的、えー、右はリラックス感ね、はい、いいですね、えー、皆さんね同様のコメントしていただいてますね、はい素晴らしいですね、はい皆さんよく見えてますね、はいいいですね、はい。 えー、ということですけれども、えー、皆さんにも見ていただいた通りですが、えー、まず、えー、じゃあ右側のこちらのね椅子、えー、こちらの、ね、木でできている方ですけれども、ト、え、ウ、ー、ですね、トウでできている椅子ですが、はい、えー、こちらは背面の上の上のこう角とか、えー、肘掛けなんかは全体的に丸みを帯びた形になってますね。でその丸みによって穏やかでこうちょっと柔らかな気持ちになりますよね。で可愛らしさとか愛嬌も少し感じさせます。 で直線的ではなく有機的な形状であることでまあ、人工的な感じはしなくって自然な印象がありますねえそしてちょっと風通しが良く涼やかな印象というのもあるんじゃないかなと思いますで背もたれは傾斜していて背面は大きめに作られてますね、えー、深く座ってリラックスした体勢になるようにコントロールされていてゆったりのんびりとした時間の流れを思わせますよねでこの椅子は、えー、トーラタンでできた椅子です 唐、えー、はですね、えー、東南アジアを中心に、えー、熱帯雨林とか亜熱帯とかねあの熱帯地域のジャングルに自生するヤシ科の植物なんですよね。で唐、えー、は昔からまあ南国の国で、えー、こう家具に使われていた素材なんですね。だからやっぱりこう南国感だったりとかリゾート感とかリラックス感をこうテーマとした場所なんかにマッチそうな雰囲気に仕上がっているということが見えてきそうですね。 で次に、えー、じゃ左側の方の、えー、この革のね、えー、椅子はどうでしょうか。えー、この椅子はですね、えー、革でまあ作られてますよね。で、えー、革はやっぱり上質さとか高級感を感じさせます。で足はこれステンレスステンレスでできてますね。えー、そのことで光沢感がある。えー、そのことで、えー、都会的だったりとかちょっと現代的な華やかな印象もありますよね。 でこちらは全体的に直線的なな要素が基本となってます、えー、そのことによってシンプルで、えー、現代的な合理凛としてちょっと背筋が伸びるような、まあ、そんな緊張感もあるんじゃないかなと思います。けれどもこれ全体的に完全な直線となっているわけではなくて足は絶妙に、ね、アーチ状になっていたりとかちょっと曲線になっていたりとかして、えー、有機的な箇所もありますよね。 そのことでこの単に合理的なだけではない人間的な柔らかな感覚というのも感じさせてこう感能的ななな美みたいもものもちょっと感じそうな気がします、まあ、凛としつつ柔らかさもあるその両者がこう絶妙にバランスしていることで洗練されたこうエレガントさっていうのがこう全体から漂っているというのが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。 はいまあ、都市のね、えー、洗練された上質な空間とか、まあ、レストランとかホテルとか高級感のある住宅なんかにもマッチしそうですよね。はいということで、えー、2つのデザインについて整理してみましたがいかがでしたかね、まあ、皆さん自身も言葉にしていただいて私の方からもこのデザインについて言葉にしていくということでより鮮明にこのデザインの特徴や魅力っていうのが見えてきたんじゃないかなというふうに思います。はい 私がここでもう一つ皆さんに知っていただきたいこと、それはデザインは言語化できるということなんですね。デザインやアートや音楽といったクリエイティブなものってまあ言葉に言い表せない、まあ感覚的で筆舌に尽くしがたいものだというような、まあそんな思いって意外と多くあります。でも実際はそういった一見言葉にしづらいと感じるものも、こんなふうに丁寧に一つずつ、 分解していけば言葉にするっていうことは可能なんですねまあ、デザインは決して分かりづらく曖昧なものではないということですここまでお伝えしてきたように理由もあるし法則もあるえそして言語化もできるということですねでデザインは私たちの感性を刺激するとても魅力的なものだしそれらに触れたときに私たちは感情的な心地よさを覚える けれど実はその背景にはデザイナーによって冷静にロジカルに考えられた理由や筋道っていうのが必ずあるんですねだからそれらをちゃんと追っていけばデザインは言語化できるということです。 まあデザインが言語化でできるってこといこを知っていればですね例えばまあいろんな場所でデザイン案をね判断しようよなんていうふうな議論になった時なんかに、まあ、勘で意見を言ったりもしくは主観の問題だからって言ってこう多数決で決めてしまうというようなこともねよくえといろんな会社で起こってたりするんですけれどもそんなこともね、えー、なくなるんじゃないかなと思うんですね。ちゃんと言葉をを通ししししてて説明たりそ話合い生産的に、えー 論理的にに考えたたりり決定していったりするることができるようになりますよねそういう姿勢を持つためにデザインは言語化できるんだということを是非ね心に留めておいていただけたらいいかなというふうに思います。はいということでですね、えー、では次次は最後の、えー、テーマ3ということでデザイン力を磨く方法。 ということでこれからもっとねデザイン力つけ,つけていきたいなという方のために日常の中でもできるデザイン力を、ね、磨くコツについて最後にお話をしてみたいなというふうに思います。はい、デザイン力を磨くために大事なことのまず一つ目は、えー、知識をインプットすするとということですね、まあ、デザインも他の分野と同様に知識を身につけることによって能力をも伸ばすことができる分野なんですね。 で先ほど私はデザインには理由があってその土台には法則があるとお伝えしましたえつまり、えー、そういったものを学ぶ知ることによってデザインする力っていうのは育ってくるということですねまあ本で読んだりとかあの講座で学んだりとか、えー、するのもいいかもしれないし、えー、一方で実際に自分自身が体感して、えー、実感していくことでのインプットっていうのもとても大事だなと思いますえー、これはねこれはこういう意味でいいんだなとか これはこういう部分がこう優れてるんだなということを分解的に分析的に自分の中にインプットしていくことでそれらが実になっていざ自分がアウトプットしようとか判断しようっていうときにそれがタ種となってアイデアの種として出てくるということですね。 まあもちろん同時にねあのアウトプットできるチャレンジできるアウトプットにチャレンジできる機会があったらインプットがより能動的になって、まあ、強いものになっていくということもあると思うので、まあ、インプットとともにねアウトプットを行っていくっていうのもとてもおすすめかなと思いますえ次にですねデザイン力を磨く方,向とし方法として挙げられるのがこちらですね。えー、真似こそ、えー、センス磨きの第一歩ということでまあデザイン力を磨くためには真似るっていうのもやっぱり効果的ですね。 例えばうまいなと思うデザインを見て真似ながら同じように作る練習をしてみるということですね。まあ、もちろんね実践レベルになれば何かを真似るということではなくて目的に合わせて独自に考えていく必要がありますけどそれは実践レベルの話であって学び途中のね初心者とは違う土俵の話なんですよね。 何も知らない最初から独自性を目指すということではなくて触覚者はまずはやっぱり上手にできているものを真似してみるというのはとてもいい方法ですねまあ、日常の中であればね、雑誌の中の服のスタイリングを真似してみたりおしゃれな人のインテリアを真似してみたりみたいなこともあるかもしれないんですよねまあ、そんな風にまずは真似ることでその手法や感覚を自分に刷り込むことからスタートする、えー、ということはいい方法です そうやって真似をしているうちにこういうパターンもできるのかとかまあこんな技もあったのかみたいな感じで自然と表現が身についたり判断力や発想力が向上していくということですねまあそうやって知った先に自分のオリジナルを作っていけばいいということですね、えー、ということで真似は第一歩目のセンス磨きにはとても効果的ということですはい次に感じたことを言葉にしてみるということもとても聞いてきます はい、何かを感じた時に簡単な言葉でで済ましてていいいるとととととうううここをちょっとやめてみようということですね例えば「まあ、やばい」とか「かわいい」とかですね、はい、そういった言葉ってとても便利であの使い勝手がいいんですけれども意味がちょっと漠然としていて、えー、本当に自分がそこで何を感じたかっていうことが自分自身にも分かりづらくなっちゃうっていうことがあるんですよね。 えー、なのでやっぱり何かこう素敵なものに出会ったりとかこう経験したりとかした時にぜひやばい」とか「わいい」とかだけじゃなくてですね例えば、えー「これまで経験したことのない迫力だったね」とか「すごく洗練された美しさだね」とかっていう感じにですねでそういったことにこだわる気持ちを持っていれば、えー、もしかしたらその場では言葉が出なかったとしても あの例えばふとこう音楽の歌詞を聞いたときに「あこの言葉はあの時自分が感じた感情だあこの言葉だった」って気付いたりとかあと友達とねこう話してるときに、えーね、聞いた言葉で「あ自分もこうあの時こう言えばよかったんだ」みたいな感じで気付いたりすると。 ま言えなかったけど言い表したかったことにまこだわる気持ちがあればそんな風に別のシーンでもえあの時言いたかったあこっ言いたかったけど出てこなかった言葉っていうのに出会うこともまたあるんじゃないかなというふうに思いますはいまあ、そんなことをね繰り返しているうちにだんだんとこうね使える言葉って増えていくと思いますねまあそうやって何をどう感じるかっていうことが詳細になっていけばそれが自ずからデザインを感じる力に繋がっていくとどのデザインのどんな点が 魅力的なのか素敵なのか感情を揺さぶるのかっていうところがどんどん見えてくるようになってくるということで実感できることもね徐々に増えていくんじゃないかなというふうに思います。はい、で最後に「移植中にこだわり楽しむ」というのもねデザイン力を磨く方法としてとても効果的かなと思います。 えー、ンあのセ,ンセンスがなくて悩んでるよっていう方でですねやっぱりあのデザインがわからんで困ってるよという方にですね衣食住をないがしろにしている人っていうのはよくいるんですね。 まあ服はとりあえずそこそこ気に入って着られればいいやとかお腹が膨れればまあいっか不健康な食品でも気にしないとか部屋は生活できればそれでよいとかなんとなくダサい気がするけどまあいっかみたいな感じですねそんなふうに自分に喜びを与えることに妥協したり無頓着だったりする人っていうのは結構多くいるかなと思います。でもそれだとやっぱりデザイン力を磨いていくことって難しいんですよね。まあ、センスがいい人っってて必ず衣食住にこだわりを持ってます なぜなら、生活の場が人間らしい感性を味わって表現して楽しむ、えそして学ぶことができる一番いいフィールドだからですよね。自分に似合う服を見つけるとか、自分が理想とするインテリアを自分の部屋で実現してみるとか、こだわりの文具を選んでみるとか、 毎日ののの食食事のためににお気に入りの食器を見つけるとかです、ね、まあそんなふうに日々の衣食住の中で自らデザインにこだわって喜び楽しむことでこうデザインを見る力も使う力もどんどん上がってくるということですね。はい、ということで是非まずは自分自身を喜ばせるということとともに楽しみながらデザイン力を磨いていただくのが一番効果的で一番近道ということを知っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。 はい、えー、ということで、えー、今日の私の、えー、講義はこれで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。デザインも他の分野と同じように捉えて学んでばいけば学べばいいっていうことを聞いて、初学者の方だけなく,なくてデザインを学んでいる方の中でも安心した方がいるんじゃないでしょうか。 では、これからえっとちょっと時間がありますので、質疑の時間にしたいと思います。まずは会場の方で何かある方いらっしゃいますでしょうか？じゃあお願いします。お願いします。すいません、ありがとうございます。はい、えっとあの先ほどお話の中で、あのデザインはまあ視覚言語っていうお言葉があったんですけど、まあ、確かに。私とかあのいわゆる健常者っていう形で、あの視力をちゃんと持っているものにとっては視覚言語として。はいうん デザインがいろいろ有効であり活用もできるっていうのはすごくわかるんですけど本当にあのそのブラインドの人たちにとっての視覚言語っていうのはどういうふうに捉えてどうやって学んでいけばいいのかなとといいいうふうに思まますす、はい、あ,ありがとうございます、はい、結構い、ね、ろんな五感が閉ざされている方っていらっしゃるじゃないですか。 でえー、と例えば視覚でもあの色弱の方とかだとこういう色は見えづらいとかいうことがあったりとか、えー、いろんなあの目,目でも耳でもいろんなパターンの方がいらっしゃると思うんですけど、えー、目が見えない方って、えー、よく参考にされるのが耳から感じる情報や鼻からら感感じじるるる情情報報や鼻だったりすすんですよねで例えば道を覚えるときにあのここの角を曲がったら小鳥の声が聞こえるとか。 この角を曲がったらお豆腐屋さんの匂いがするとかいうふうに香りとか音でその場所だったりとか意味を判断して記憶したりするんですよね。という感じでどこかの五感が閉ざされていたとしてもそれ以外の五感を使ってこう情報や意味を受け取っていくっていうことはあったりするんじゃないかなというふうに思います。お、はい、おおよその答えになっておりますかね。いいね <laughs> はい。 いわゆる健常者といわゆるそういう方々があの共存してどちらにとってもいいものを目指すって結構難しいところではあると思うんですねそのまあ特にあの最近シャンプーとかにあのヘアケア製品なんか溝が入ってたりとかっていうのもありますよねあれなんかもう人によってはあのデザインは見える人にとっては邪魔と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれないでもブラインドの人にとっては非常にとっても大切な情報源でもあるので。 そこの落としどころというか見つけていくことが非常に難しいなってすごく思うんですね、うん、であの、まあ、見えない方にとってもとってもいいデザインっていうのは反対に何なのかなっていうものをすごく考えることがあります。うんうんうん ああすすごごく難しいい問題ですねありがとうございますなんかそれを考える時って私すごくいつも思うのがあの何事にも多数派と少数派っていると思うんですね。そうういいハンディキャップがあるないにかかわらず例えば、えーとえー、日本であればあの日本国籍の人が多いけれどもその外国籍の方もいらっしゃるとか、まあ、そんな感じであの何事においてもいろんな多数派少数派がいると。 でその中でどれだけその少数派を包括した社会の仕組みやデザインだったりもそうですし作ってい,るいけるかっていうのがどの業界の方もどんなコミュニティの方もそちらになるべく迎えるように頑張ってるという感じだろうと思います。 なのでその試みってすごく難しい領域だと思うんですが、まあ、できるだけ少数派の方も包括,あの包括できるようなあの同じ体験ができたりとか同じサービスを受けられたりとか同じ困りごとがなくて同じように生活できたりとかできるように持っていこうというのがやっぱり社会としては取り組んでいきたい方向なのかなというふうに思ったりりははしまますすね、はい、はいあがとうござありがとうございます。 他に会場の方から何か、ら何お願いいししまます。ごありがとうございました。えっと、最初にスクールでビジネスマン向けにデザインを教えてるってことだったんですけど、まあ、今、自分がパッと思いつくなるとやっぱり商品のデザインとかポスターのデザインとかがパッと思いつくんですけどそれ以外にどういうデザインについてビジネスマンの方が学ばれているのかについいい、てお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。 そうですね。えっ、ー、とビジネスパーソンの方は結構いろんなジャンルのデザインに興味持たれている方がいるんですけど、大きく分けると。まあ2つ3つくらいに分けられるかなと思います。まずはまあブランディングというところに関わるものですね。要は商品がありました。それをえーとより知ってもらうために、えー とか魅力をより伝えるために使っていくのがブランディングなんですけどロゴを作ったりパッケージを作ったりウェブサイトを作ったり反則用のこういろんなポスターを作ったりとかもしくは CM をしたり広告したりとかそういったものがまあブランンンデディングに関わるデザイとということですねまあそういった領域に興味を持つ方それからプロダクトやサービスを開発されたいという方つまり家電を作ったりとか。 いろんな新しいアプリでのサービスを作ったりとか、まあ、そういったサービスを作る時にそのデザインの力を生かしていきたいよという方もいらっしゃるでもう一つあるのがその戦略やビジョンンをを考えるときにそのデザインを生かししていきたいよといいいたよよううな方もいらっしゃいます、まあ、一番要はあのビジネスにおける川上の部分ですよねこの会社をどんなふうにしていくこれからしていくかとかこの会社の社会的意義は何かみたいなところを考えたりする、まあ、そんな時にもこうデザインの力を使っていきたいよと。 いうようなまあそんなふうにあの結構幅広くあのデザインが活用されるという感じになってきてますね今戦略とかの部分のデザイン方法もやっぱり普通の、まあ、今だと自分たち今見た目のデザインとかの話でしたけどそういう部分でもやっぱりそういうデザインの法則みたいなのがあってっていう部分があるんですかねやっぱあんまり戦略とデザインが結びつかないところがあるんですけども。はい えとあちょっと難しいですよね、はいまあ、デザインにはですねいろんな特徴役割があるんですけれども私は大きく3つあると思っていて1つ目が今日皆さんと初歩的なステップこのねファーストステップとして共,通あの共有させてもらった五感からの情報伝達視覚からの情報伝達っていうのが一つデザインの強みですね。で、えー、と2つ目が感性的なな価値を考えるっていうののがデザインの強みなんですね、まあ、美的だとか情緒的だとか、えー、そういったもの。 もしくは五感から伝わる喜びみたいなところで価値を感じるかどうか、まあ、そこを設計する力というのはデザインにはあります。でもう一つが人間起点でで考えるるいう強みもデザインにあるんですね要はユーザーはどういうふうに考えるだろうどんな体験を欲してるだろうって考えたりとか、まあ、人間の幸せってそもそも何だろうとか、まあ、そういう一番深いところまで考える場合もあるしそういう人起点で常に考えていくというような特徴があります。 まあそういった考え方をプロダクトだったり落とし込む場合もあるし戦略やビジョンを立てるときにそういった項目について考えるといったこともあるという感じかなと思いいいまま、はい、ますすすあありりががととううごござざ YouTube でもコメントがいくつか来ていますので、はい、じゃあちょっとお願いしますね。 えっと、AI によってデザイナーの仕事が代替されるかもしれないといった話をよく聞きますそういった状況の中で今後デザイナーを目指す人はどのようなスキルを身につけるべきだと思われますかという質問をいいただいています、はい、いやすごく難しい質問ですね。これね皆さん今気ににななっていいいる話題かなという,ふうに思います、はい あの私先ほども申し上げたようにあのデザインってある種の法則もあるし理由もあるし理論的に考えられるものっていうふうにお伝えしたんですけれどもそう,いうそういう理論があるっていうことはやっぱり AI 化できるんですよね。 AI ってそうですね理論があればその自動化できるっていうのがその AI 的な基本の原則だと思うのでそれは可能だと思いますある程度。で今の時点でももうすでに AI 的にになっっててるる部分ってデザインにはあるんですよね例えばワードだったりエクセルみたいなものとかえっ、ー、と Mac だと Pages とかいろんなあのソフトがありますけれどもそういうのにテンプレートっていうのがあるじゃないですか。 あれってすでに AI 的だと思いませんだって予測されてあらかじめあのメールのなんかあの文面だったらこんな感じとか請求書だったらこんな感じっていう風にテンプレートが用意されてるっていうことはすでにま AI 的にあの手伝ってくれているという状況ですよね。でそういう状況はもうすでにないわけではないんですね。はい。 という中でじゃあどんなふうなことが能力として必要になってくるかっていうと、まあ、ど,どこどういったものを目指したいかによると思うんですけれどもやっぱりその何を判断するかっていう力が一番大事かなと思います。 どういうい目的に対してど,のどれを判断してはめていくかという、ね、この目的に対する適合性だったりとかを考えていくのはやっぱり人間のがあができるのかなと思いますしその目的自体を設定することですよね、一番重要なのはどんな目的をそもそも持って動くのかというその目的レベルをちゃんと設定できるようになるということがすごい大事になってくるんじゃないかなというふうふに思いいますはい、ありがとうございます。はい じゃあ、えー、ともう一つおお読みしてもよろしていですか、はい,、はい、お願いしますは願ま稲葉先生のバイブル的な本や講義はありますかという質問をいいいただまますすはいはい、ありがとうございますどうだろうな,なんかえバイブル的なというものだとうんまあ今日はあの多摩デザインハイスクールということなので、えっと、高校生の頃のバイブル的なものということで、まあ、私が美大進学を決めた時に、まあ、影響を受けた本なんですけども えー、結構ご存知の方も多いかもしれませんが岡本太郎の,あの「自分の中に毒を持て」という本があるんですけども、まあ、その本はすごいいろいろとこうアーティストならではの視点であの自分なりの人生を切り開けというその方法がすごく具体的に書かれていて。えー あのすごく印象に残ったのは「マイナスにかけろ」とかそういった言葉があったりするんですけど A か B かと迷ったら「マイナスだと思う方にかけろ」となぜなら A か B か迷ってる時点でこどっちあの行きたいんだけどマイナスだと思ってるから「選ばないんでしょだからマイナスだと思ってる方に行けば間違いないんだ」と「行きたい」「行きたい方にそれが行ける道なんだ」みたいなまあそんなことを太郎言ってたりするんですけどまあそういったあのメッセージがとてもあの当時の私にはすごく響いてあのいい本だなと思ったという本ですかね。 はい。ありがとうございます。えっと、稲葉先生の衣食住のこだわりを一つ教えていただけませんか、はい、ということです。はい。ありがとうございます。はい、衣食住のこだわりですもんね。結構いっぱいあるからな。何がいいだろうな。ええー、そうだな。えー、じゃ、住宅だとですね。私ガラスが好きなので。結構ガラスのものをたくさん置いてますね。 でえっとて光がこう差し込んできたりとかするとこうキラキラっとして光を増幅させる装置にもなるしそれ自体が透明なのでその透明感がある存在でこう透明感のある空気をこう放ってくれるっていうのもとてもきれいだなというふうに思うし。 なので、まあ、いろんなガラスのオブジェだったりとかあのもしくはこうガラスの瓶の中にろうそく入れてるようなものとかを置いてで光を中でね、えー、と灯すとまたその光があのガラスに反射してきれいだったりするんですよね。という感じで割とガラスのものを好んで家に置いているというのはあるかなというふうに思います。はい。 はいあ素敵な生活ですねって言っていただきましたありがとうございます <laughs> チャット欄はいありがとうございますはいそうですねあとはそうですね服服は結構えっ、ー、と少ないですね持ってる数がまあ、今そういったあのスタイル持ってる方結構多いんじゃないかなと思うんですけど私はあまり服を変えないっていうスタイルでまあ、仕事の時はもうだいたいこのパターンとかあの休日はこのパターンってもうだいたいその数パターンしかなくて。 まあ、あのきっちり選択できてあの回転すればいいかなぐらいの,あの数でこう回してるっていうのはあるかなと思います。まあ,あのいろんな理由でねこうあの枚数を少なくされてる方っていると思うんですけど、まあ、私の場合は割とこう、まあ、自分がんて言うんだろう、まあ、いろいろ こう仕事でいろいろクリエイティビティを発揮したりとかまあ会社経営者でもあるのでまあそういったいろんな判断をする機会が多いということでまあそういったところあの服だったりとか日常のそういった決定になるべくこう判断を割かない判断のエネルギーを割かないというようなことだったりとかのためもあるし。 やっぱりシンプルな生活ってすごく心地よいなというふうに思うので、物を少なく持つことで、あの頭の中もすっきりさせて、あの気持ちの良い生活になるかなというような感じでまあ、そういったところはまあ、こだわりといえばこだわりかもしれないですね。はい。ありがとうございました。はい、はい、じゃあちょっとまだまだ質問が尽きないのですが、一旦お時間の方が迫っておりますので、質疑の時間を終了したいと思います。 では、あっという間の時間ではありましたが、稲葉由美先生の講義プログラム、知っておきたいデザイン基本の機を終了します。稲葉先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。それでは終了となります。ありがとうございました。